はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう見えてますが、ハンター×ハンターです。はい。で、今回はね、購入したものをご紹介させていただきたいと思います。でね、まあ、ざっと並べてあるんですけれどもね、はい。一つ一つ紹介していきましょう。まず一つ目はね、こちら。はい。クリアファイル。ハンターハンターからキルアですね。はい。自分の推しキャラ。はい。キルア。はい。一応ね、このシリーズはアムニバスっていう会社の商品ですね。はい。まあ、インターネットで注文して購入しました。はい。続きまして、こちらタペストリーですね。はい、これはね、まあ、多分今出てると思いますけど、はい、そちらのこれはキルアですね。はい、同じ絵柄です。これのやつ、はい、のタペストリーと、あともう一個タペストリー、はい、これは別のキャラなんですが、それがね、次に紹介するのでわかります。はい、こちら、はい、ひそか推しの2番目、はい、これの絵柄ですね。はい、でこれはデカ感バッチ、めちゃくちゃでかい、手のひらと比べてもその大きさがわかる。で後ろはね、こうやって台がこうプッてね、せり上がって飾れる仕様になってますね。まあ、もちろん何かにつけることもできます。はい、でここに穴があるんで壁に飾ることもできるという優れもの。はい、ビッグ缶バッジひそか、はい、でそれの、はい、キルア、はい、いいね、絵柄が超いいわ。でこちらがビッグアクリルキーホルダーですね。はい。ビッグアクリルキーホルダーのキルア。こちらがね、トレーディングアニアートミニアートフレームっていうことでね。はい。こちらがね、1、2、3、4、5。5個買いました。はい。これはボックス買いはしてないんですね。はい。で、ボックス買いしたのがこちら。はい。アニアートトレーディングアクリルスタンド。はい。これ全10種なんですけど、中身10個入ってます。なので、約束されしフルコンプっていうことでね。はい。ラインナップはこんな感じですね。めちゃくちゃマイナーっていうほどでもないけど、ね、ズシとかウィングさん。ポックル、イルミ、ポンズとかまでいるもんね。で、こちらはね、主要メンバー。ゴン、ギルア、レオリオ、クラピカ、ヒソカ。はい。で、これボックスで買うと、特典としてね、はい、こちらの、はい、ゴンとギルアの2人のキャラクターが一緒になったアクリルキーホルダーがついてきます。はい。これはボックス買い特典ですね。単品だとつきません。これはボックスのみでつく特典のアクリルスタンド。はい。お願いします。ありますね。Not for sale。はい。もう一つがこちら。ザン、トレーディングアニアートミニ色紙っていうことでね、これもボックス買いしました。まあ中身はね、はい、こんな感じで、まあ、これも全10種で10枚あるんでね、約束されし、フルコンプということで、はい。まあラインナップは一緒ですね、はい。まあ絵柄も全部一緒なんでね、うん。まあ特に開封はしないで撮っておこうかと思ってます。はい。
というよりも見えてる、これですからね、デザインがね。はい、開けたところで、うん、っていう感じで。で、これもボックス購入特典がありまして、これをボックスで購入すると、こちら。はい。また、二人の色紙。こちらがボックス購入特典としてつきます。はい。今回ね、開封、ブラインド開封するのは、こちらのね、単品で買ったトレーディングアニアートミニアートフレーム。こちらの5個をね、開封したいと思います。はい。はい。ラスト5個目いきます。キルは濃い。せーの。やっぱりな。なんか嫌な予感したんだよな。まあ、イルミでもまあよ。まあ、悪くはないんだけどね。はい。といった感じでね。まあ、開封といってもちょっとしかしてませんけれどもね。久々に呪術廻戦以外にね、ご紹介したいなと思ったんでね。はい。撮らせていただきました。まあ皆さんもね、これ結構ね、やっぱね、出来いいと思うんですよ。出来っていうかね、イラストが。うん。なので、おすすめです。ハンターハンター好きには。はい。まあ、といってもね、お値段は高いですね。これね。はい。お値段、見ていきましょう。こちら。まず、トレーディングアートアクリルスタンドボックス。これがね、1個880円で8800円。いや、高っ。で、トレーディングアニアートミニ色紙。こちらもボックスなんで、1個550円で5500円。で、ミニアートフレーム。単品715円を5つ買ったんで、3575円。で、タペストリーが各3300円。で、クリアファイルが440円。ビッグアクリルキーホルダーが1100円。ビッグ缶バッジが1100円。で、アニアートアクリルスタンド、ボックス購入特典とミニ色紙。はい。合わせて28,545円。いやちょっと高い出費でしたねこれ。やっべえぐらい高い出費だわこれ。いや後先考えずにね予約して購入するとこうなりますね。後でちょっとね買いすぎたなって後悔するパターンです。はい。皆さんもね、買いすぎにはご注意ください。というね、忠告の意味も含めた動画ですね、これね。はい。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。では、皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。